い、3人称のドンピショです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドを続きからやっていきたいと思います。へい、前回はですね、タバンタの塔というですね、この今ちょっと右下にいるんですけど、このタバンタの塔という左上の塔を解放しましたね。まあここにフクラギマックスがいるんで間違いないと思うんですけど、んで、フクラギマックスで、この 上にねブーって登ってって、でここに行くよという話をしましたね前回。まあ間違いなく今日行くんですけれども、その前にですね、やったことがありまして、久々にこの装備見たんじゃないですか。忍び装備でしたっけ。忍びシリーズですね。忍びシリーズをね、また着てます。ちょっとしばらく闇に落ちてたんですけど、闇落ちから解放されまして、ちょっとこれを着てます今。なんで着てるかというと、強化をしたわけですね。星3と。これ4段階強化できるっぽいんだけど、3段階目までちょっと頑張って上げてみました。うん、そうすると、闇に落ちるよりも、結構ね、防御力が高くなるんですね。さすがに。で、この闇落ち装備は強化できないんで、だったらこっちの方がいいのかなと。で、なおかつまあ、これ敵に目立ちにくい上、夜は、夜間移動スピードアップと書いてあるんで、移動スピードも上がるから、もうこれいいこと尽くしだよね。これかなり優秀だよね、この装備。と思うんですよ。なので、これでちょっと行こうかなと思っております。で、なぜこの村に来たのかというと、まあもうね、もう皆にとってはね、すごいどうでもいいことなんですけれども、まあ、もう何回ですか？これ40回目くらいですか？ゼルダの伝説。まあね、のんびりやらさせていただいてるんですよ、このゲーム。なので、まあ今日ものんびりやっていこうと思うんですけれども、本当にね、どうでもいいことなんですが、忍び装備の色を変えようかなと思ってまして、どうでもいいでしょう。ね、どうでもいい方はね、もうちょっと飛ばしていただいてね、この先から見たらいいのかなーなんて思うんですけれども、ちょっとね、変えてもらおうかなと思ってるの。色変えちゃおうかななんて。ちょっとピンク飽きたからさ、ね、セージ。お前セージだったな、そういえば。俺と同じセージだったね。セージ、ちょっと色変えてくれや。色変えようと思うの。じゃね、ピンク飽きちゃってさ、冷めたい。20ルピーか。安いな。確か、一色、全身一色変えることしかできなかったね。あ、そうだよね。全身染めていきましょうと。それじゃ、染めた色を選ぶか、着替えるかしてくだしえと、色を選ぶ。どうしようかね。どうしようかね。青。あ、いや、青かっこいいね。かっこいい。でもね、かっこいい。黄色。なるほど。かっこいいっていうのもね、かっこいい装備、かっこいいリンク？かっこいいのをさ、見てもさ、ちょっとなんかしょうがない的なところあるよね。あ、オレンジもいいね。いや、これかっこいいね、コーン。でもかっこよさは別にな。いらなかったりちょっとするよね。どうなんだろうね。いや、紫もなかなかいい。いい気がするが。でも、かっこいいっていいよね。しかもリンクだもん。リンクはやっぱさ、勇者でしょ？だって。なんかでも、悔しいけどさ、勇者ってかっこいいもんなんでしょ？かっこよくない勇者なんてあんまりいないもんね。俺はそれがあんまり好きじゃないんだけど、かっこ悪くてデブな勇者がいたっていいんじゃないかってね。なんか何回か言ったことあるけど。でもさ、もう、かっこいいじゃない。リンクって、すでに。だから、それをね、怪我しに怪我するのも、なんだし、てか、怪我せないのね、そんなに。怪我すことができないから、ブスにすることってなかなかできないから、いや、本当に、装備をめちゃくちゃにすればできるかもしんないんだけど、それだとね、ちょっとなんかいまいち楽しめないので、そうするとやっぱかっこよくするしかないのかなって、思うんですよね。そうなると、どうかな、白か、コン。かなと思うんですけれども。いや、この辺もかっこいいな。黒もかっこいいな。黒かっこいいな、おい。でも、あえての？ちょっと色付き、紺。紺かっこいいですね。紺にしましょう。あ、素材を5個使うのか。夜光石か？夜光石を、じゃあ、5個使って、紺にしてしまいましょうか。よし。それじゃ、線量となる素材しっかり抱えとくでっしゃ。
あ、懐かしいな。こんなだったっけか。ズピッズピッパタン。あー、はい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 。どうですか。おー、いや、かっこいい。これはかっこいいね。セージやるな、いい仕事するわい。いいね。うん、お、かっこいい。やはりさ、リンクはかっこよくないとダメだよね。うん、俺はそう思うの。うん、かっこよくないとダメ。じゃあこれでさ、新規一点じゃないですけど、やっていきましょうよ。ねえ、ほら子供も、うん、見る見る、見てる。で、まあこのどうでもいいタイムが、終わり、何をするかと言いますとですね、まあさっき言ってた通りなんですよ。今日はここ、この上に行くわけなんですけれども、その前にあの、写し絵の記憶をなんか一個ずつできれば行きたいなっていう話をしてたと思うんですけど、前回ですね、ちょうどですね、このティナギョザっていう祠がありまして、この祠のそばにね、ある説が、うん、俺ちょっと見逃してたっぽいんだよね。うん、気づかなかったんだけど、どうやらあるらしいというカンギスの噂を聞いたので、なんかね、そう、この、この辺にあるって言ってたかな。うん、この辺かな。うん、あるって言ってたんで、じゃあちょっとここに行ってみようではないかと思います。思い出しからですね。ほい、ティナギョザの祠です。ここはね、なんだっけ、試練極意のやつでしたね。ガーディアンを倒すやつ。うん、余裕でしたわ。うん、なんつったってマスターモードも、マスターソード持ってるからね。マスターモードって、多分ね、この辺に、あ、ほ普通にありますね。あれ、俺なんでこれ気づかなかったの。そもそもここ通るとき絶対気づいてるはずじゃん。全然気づかなかったな。じゃあちょっと思い出しましょうか。こんなすぐそばにあると思わなかったな。狼が止まっている。ピラピラ、ここの音楽好きだわ。ピン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 ポピン。お前たち、やはり反応しない。この方の遺物は大魔の剣に選ばれた者のための施設、それは間違いないけれど、肝心の起動方法がわからない。どうすればこの中に入ることが。今日は付き添わなくてよいと伝えたはずです。いくら国王の命令であっても、当の私が護衛など必要ないと言っているのです。城に戻り、父にそう伝えてください。ついてこないでください。めちゃめちゃうざがられてるじゃん。こんな思い出す必要ある？これ何のために思い出したんだ。気分悪いわ。なんじゃい、うるさいわい。もう気分悪いわ。何、何なの。ケンケンされただけじゃん。あー、なんか損した気分。うん、嫌な気分すごく。まあいいか、一応思い出したということで。これで何個ですか。何個思い出した。 1,2,3,4,5,6 半分ぐらい思い出したかな。うん、したら次はこのなんか5番目から順番にできれば思い出していきたいね。ここまで来たらね、もうね。うん、今までちょっと適当だったから。そしたらじゃあまあ上に向かいましょうか。ほほほい、タバンタの塔に来たので、じゃあこっちの方角に、
マックスが待ってるんで。マックスいた、マックス今行くぞ、マックス、マックス今行くぞ、てい、あじゃい、マックス乗るぞ、よし行こう。この道を普通に行けばいいのかな。うん、あんまりこの辺まだ探索してないけどね。うん、めんどくさくて、うん、あんまり探索してないんだけど、まあいいでしょう。うん、まああとでね。いやでもね、結構ね、これでもね、いろいろその何動画界でね、結構いろんなことやってるんですよ。うん、まあ動画を撮るための準備でもあったり、全然動画には関係ないこともやったりね、あの探索、普通に探索ね、うん、したりもしてるんですけど、いや、やりだすとほんとね、時間経つの早い早い。うん、ほんとね、すげえよ、すげえよ。もうなんか何回も言うけど、このゲームほんとすげえよこのゲームはね、マジですごいなと思う。いやー、今年ナンバーワンかなー、どうなんだろうなー、ナンバーワンな気がするな、出来栄えとしては。うん、かなりすごいと思う。おっと、なんだなんだなんだ、え、なに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 、ドゥン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 、え、ドゥンドゥンドゥン、なに、岩ロックでもいた、ドゥ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 、なんかいたっぽいね。でも気にせず、気にせず通ってきちゃったけど、おお、なか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 なところを通させる。怖いよ。わ、あそこすごい、なんか多分向かうべきところはあそこなんだろうな。で、上野だな、絶対な。あれだ、あれ神獣だ、あれが神獣なんだな。ガーディアンかと思ったけど、あんなでけえガーディアンいねえな。あれ神獣ですわ、皆さん、あれ神獣ですよ、きっと。うん、俺は知ってる、あれはね、神獣です。あ、馬宿、馬宿がありましたね。これどこ、おや、あ、もうここまで来たのか。お、いいですね。じゃあちょっと馬宿によりよりつーつー、あー、リトの馬宿到着でございます。あ、ちょっとテリー、テリーテリー買ってやるよ俺が。やあやあ、うんうん、ね、木の矢くれあい、毎回木の矢ら、木の矢買ってる気がするけど、でもね、木の矢ね、やっぱ使うのよ。うん、全部買ってやるから、うん、買ってやる買ってやるよし。で、売らしてくれ。ね、うん、まあまあまあ、こんなもんでいいかな。うんうん、よし、ありがとうありがとうありがとう、テリーありがとう。わお、わおって今回言った、全然聞いてなかったけど。あー、なんかあるねー。ちょっと一応受けとくだけ受けとこうか。わしはの辛い食べ物が好きでの、辛いご飯、辛い料理、そうそう、カレーライスが食べたいの。カレーライスを作るのに必要なハイラル米はあるんじゃが、ゴロンの更新庫がなくての。なるほど、いや、これ持ってるぞ俺、多分ゴロンの更新庫、はい、はいはいはい、お譲りしましょう。はい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 、ハイラル米と交換じゃ。おおお、なるほど、ほう、寒い時にはカレーをコンプリート、オッケー。ではではでは、でもハイラル米とゴロンの更新庫でカレーができるのか。ちょっと、え、ちょっと作ってみようかな。どれどれ、作ってやろう。ハイラル米と更新庫、ハイラル米とに2つだけでいいのかな。あ、ゴロの更新庫1個しかない、まあいいや。どれどれ、2つで作ったらどうなるの。あ、マックスした方がいい、いや、いいか。うん、ズンコ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 ポン、ブリン、カレーライス、わー、ハート2個。子供から大人までみんなが大好きな定番料理、シンプルで飽きのこの味が楽しめる一皿。そうですか、うーん、ハート2個ってやっぱもっと量を多くすればいい、いい、いいカレーライスができるのかな。あ、水場ちゃん、ボル2じゃん。今日も明日も噂好き三つ葉やで。みんな毎日噂してる。今回の気になる噂はこれ、タイマーの剣、もう持ってる。この剣が手にできるものは勇者の血を受け継ぐものだけ、なんて噂がある。この剣いいね、もう持ってるもん、持ってる持ってるから、持ってるわ。三つ葉ちゃん遅いで、その情報、もうしかも持った状態で俺会ってなかったかな。
あ、この辺のも、じゃあこの辺のちょっとアイテムを探索しつつ向かいますかね。いよいよ第4の神獣の元へと行こうとしております。これからもう馬じゃなくていい気がしてきたな。ここは何だろう、里的な、何だろう、村里なのかな。ピラン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 、あっちにも祠があったな今。はいはいはい、おお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 い、行こう。あおおおおお、行こう行こう行こう、よっ、ほい到着ですよ。おお、ここで降りようか。なんだ、神獣か。こいつだー。うわー、またでかいね。あー鳥だけどもう全然鳥っぽくねえな。鳥の形はしてるけどめちゃ機械だな。どう行くのあれは、風に乗っていくのかな。なんかそんな風吹く？はて、リトの村、村でした。到着しましたよと。どれどれ？ん？旅の人がいい。もてなしたいところなんだけど、今はそれどころじゃねえ感じだ。ここって、ここは俺たちリトの村だが、あんまり歓迎ムードって感じじゃねえぜ。中の奴らに聞いてくれや。どうしたの？空の化け物見たかい？あれ、神獣バ・メドウっていうらしいぜ。数日前に現れたんだが、偵察に行ったやつがその神獣バ・メドウに撃たれちまってな。大昔は村の守り神だったくせに、今は俺たちが飛び出すと撃ってくるってよ。マジか。逆に言えば、やつに近づかなきゃ撃たれないってのが最近分かってな。つうわけで、用があるやつはみんなこの門から歩いて出入りしてるぜ。全く翼のリト族は情けねえ話だぜ。他に質問ある？あ、翼のリト族なのか。なるほどね。へへへ、これ何？錆びてるー、錆びたのはいらない。じゃあとりあえずあれだろ、なんか王じゃねえけどさ、なんか偉いやつのとこに行けばいいんだろ。なんか話してるけどちょっと無視。どこだい、この上かい、この上に行けばいいのかい、なんで上に行けばいいのかい。ちょっと上に行こう、もう話しかけるからね。と気になるけどいいや、上行く。この上に行けばいいのかい？この上かい？なんかいっぱいいるな、ちっちゃい子もいるな。ちょっと一旦無視で、ちょっと一旦無視で、どこにいるの偉い人、偉い人は。あ、鳥さんっつってる。あるね、やっぱまだいっぱいありそうだね。この上か、このさらに上かな。あ、こいつか、こいつか、こいつだ。ウーム、カーン、ほほ、その腰につけたるはまさか。申し遅れました、私はリトの村の族長カーンして、その腰につけたるはシーカストーンでござらんか。その通りです。ほう、やはり。となるとあなたもリーワル様と同じく神獣バーメイドに乗り込める英傑のお一人。ふん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 、あ、すいません、考えがと。英傑の末裔様はご賞でございます。このじじいの話を聞いてくださらんか。わかりました。あなたは英傑の末裔と見込んで改めてお願いが。それは今まさに空を回遊する神獣バーメイドを止めていただきたいのです。神獣を止めるには選ばれし英傑がやつを内部から制御するしかない。村の者にこう説明したところ、昨日流行った若者デバと、あ、テバとハーツがメドウの偵察に行きましたと。その時メドウの攻撃が浴びてしまい、ハーツが負傷してしまったと。英傑の末裔様、お願いでございます。メドウの攻撃を免れたテバは怒りに任せてたった一人でメドウを撃たんとしております。テバを探し出し、共に神獣バーメイドを止めてくださらんか。なるほど、任しとけー、任しとけー。なるほどねー。さき、夫の行き先を教えてくれ。夫が向かったのはヘブラ山脈のふもとのリノス峠、飛行訓練所。なるほど、メドウの戦いに万全を期すため武器を調達しに行ったのでしょう。そういえば今回夫は歩いて飛行訓練所に向かいました。
普段ならあのリーバル広場から飛行訓練場へと飛び出すのですが、今は空高く飛ぶとあのメドに撃たれますからね。リーバル広場はリトの英傑リーバル様からその名をいただいた憩いの場。あの忌まわしき日のことが忘れ去られないように。うん、あれもしかして2度目の本日2度目の思い出しじゃないですか。急に思い出すな。これは思い出しどうだい今の。君にはとても真似のできない芸当だろう。上昇気流を発生させ空高く舞い上がる僕の技、空の支配者リトの中でも芸術品とまで言われるテクニック。この技をもってすれば厄災ガノンに対して有利に戦いを進められること間違いなしだよ。そして一族でも最高と称えられる弓の使い手、つまりこの僕リーバルこそ厄災討伐の要にふさわしい戦士ってことさ。なのに僕に与えられた役目は君の援護だ。君がその古臭い大麻の剣とやらの主ってだけで。愚の骨頂だよね。おや、怒ったのかい。それなら勝負と行こうじゃないか。場所はそうだな、あそこなんてどうだい。ごめんごめん、君は一人じゃあの神獣に行くことさえできないんだっけね。なかなかの煽り力リーバルやりおるな。なるほど、こんなやつがいたんだ。でもあの空中に上がれる技とやら、これもらえるのではないでしょうか。すごくいいですね。はてと、じゃあちょっとね、この祠行っちゃいましょう。であれだね、続きは次回だね。うん、ここに行ってで次回神獣攻略という感じになるのではないでしょうか。うん、でそれまでにまあ動画外であれだね、ミニチャレンジとかやっといてって感じかな。とりあえずここ攻略しちゃいましょう。いくぞ、ムイーン。なんか音がする。なんだ、ほから落とすにしまうよ。我は悪魔と女神ハレなりきシアタよ。風車。風が吹いておりますね。風の向きを、これは、なるほど。例えば、ちょっと待って、これを、こうすると、はい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 。こうなるのか。向きを変えて、全部を、あれかな、回せばいいってことなのかな、ひょっとしたら。ふむ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 。ふむふむ。なるほど、いろいろあるけどな。殴って方向を変えれると、ちょっと待って、これを上から見てみないと、なんともですぞ。ふん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 。こうなっていると。ふむふむふむ。あー、これはあれだね、順番にちょっと考えていかないと。待てよ、迷路のように。左下を、これを逆にして、こうで、
で、ここは送っているで、ここもこうでよくて、こっちかな、これがこっちで、こうなってこうなってこうなって、で、ここもなってるだろ。そしたらこれをさらにこっち、あ、違う、はい、はい、で、あ、これで行ったんじゃない、行ったのではないですか。じゃあ、お、来た、やったー、やりましたー、よかったー、できるものーからの、あれ、宝箱は、宝箱どこにあるんだ。ん、ちょっと待って、あれだな、シーカーセンサー、よし、はい、ありますね、ありますが、ありますが、ん、ちょっと待って、あ、この上上がれる、あ、なんかこっち行けんのか、あ、なんだここは、おう、おや、これはなんか、これで、はい、来たー、なるほどー、 あれ何、あれ、音消えた、あ、アマレックが珍しく、ちょっと待って、大丈夫かな、治ったかな、オッケー、生放送で起こるようなことだが、ことがまさかの動画を収録中に起こるとは思いもよらなんだ。ではこのまま行っちゃいましょう。よいしょ。ピシャーン。ヘイ。来たぜ。モイーン。バーン。シレオ国ソレヨグズココマディ。あなた砂漠層マゴクドキ優勝天才波動。今こそ女神ハーリーの名においてここからご主を授けましょう。受け取れボケなす。これは私が100年間股間で温めた、そう、これはすなわち私の金玉、やっやっ、プリンドラダダーン、克服の証です、勇者の証明です。これで我が役目は終わる。女神ハイリの加護あらんことを帰れボケなす。はい、終わりましたよー、ということで、無事ね、今回はリトの村にたどり着くことができました。ここでもまあいろいろできそうなんでね、ちょっといろいろやっとこうかなと思います。そして次回は神獣攻略ですね、やってしまいましょう。4体目の神獣をね、無事攻略したらその時はどうなるんでしょうかね、ちょっと気になるところではありますけども、では、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。失礼します。